平野翔さんがステージに現れた瞬間、私の視界は彼の筋肉とダンスに釘付け気になった。岸優太さんと神宮寺優太さんも負けじと、その歌声とパフォーマンスで観客を魅了していた。ナンバーアンダーラインアイロッキン2024は、数々の音楽フェスティバルの中でも特別な体験を提供してくれた。このフェスでの体験は、まるで夢の中にいるような感覚に包まれた。炎天下の中、 熱気と歓声が入り交じる会場で、私は運命的に前方の入れ替えエリア、9列目に座ることができた。そこから見る光景は、これまでにない感動と驚きを与えてくれた。このフェスでは、セットリストも非常に印象的だった。強盗やブロイヤーカバーといった曲が演奏され、強盗は特に長尺バージョンで披露されたことが驚きだった。観客の興奮はピークに達し、特に、 ブロウユアーカバーのセクシーな演出には会場中が釘付け家となった。ステージの構成や演出は、観客を飽きさせない工夫が随所に見られ、その場にいることの喜びをさらに深めてくれた。MC では、男性ファンへの特別な掛け声のコールが行われ、その瞬間、会場は一体となって盛り上がった。これはただの音楽イベントではなく、ファンとアーティストとの間に気づかれた特別な絆が感じられる瞬間だった。 観客の反応も非常に熱烈で、まるで一つの大きな家族のように感じられた。このような瞬間が、音楽フェスティバルの醍醐味であり、何度も参加したくなる理由の一つである。平野翔さんがステージに現れた瞬間、私の視界は彼の筋肉とダンスに釘付け気になった。彼の動きはまさに流れるようで、筋肉の一つ一つが彼の意志に忠実に従っているかのようだった。彼のパフォーマンスは、 ただのエンターテインメントではなく、観客一人一人の心に直接訴えかけるような力強さがあった。岸優太さんと神宮寺優太さんも負けじと、その歌声とパフォーマンスで観客を魅了していた。彼らの歌には、ただ技術的に優れているだけでなく、その背後にある思いやりと情熱が感じられ、私の心に深く響いた。フェスから帰宅した後も、その日の出来事が鮮明に思い出され、 まるで昨日のことのように感じられる。その余韻は長く続き、心に刻まれた思い出となっている。このような体験を通じて、私は改めて音楽の力と、それを共有することの素晴らしさを感じた。次回のフェスに参加する際には、前方の入れ替え席を確保することを強くお勧めする。今回の体験を通じて、ステージに近い席での観覧は、アーティストのパフォーマンスをより近く、 よりリアルに感感じるることとができると実感した。また、フェスに参加する際には、暑さや混雑にも備えて、十分な準備をしておくことが重要だ。今回のフェスでは、その場の熱気とエネルギーに圧倒されながらも、しっかりと楽しむことができた。私がこのフェスを通じて感じたことは、音楽が持つ力の大きさだ。音楽は、ただ聴くだけではなく、その場で体感することで、 より深く心に刻まれるものだ。フェスという特別な場で、アーティストたちと共に過ごす時間は、何者にも代え難い貴重な体験である。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちのパフォーマンスは、まさにその象徴であり、彼らの一挙手一投足に観客全員が引き込まれた。私自身、ナンバーアンダーライン愛のファンとして、彼らの成長と進化を間近で感じられることが何よりも嬉しい。彼らの音楽とダンスには、 他のアーティストにはない独自の魅力がある。それは彼らの努力と情熱が形となったものであり、観客に対する真摯な姿勢が伝わってくる。このフェスでの体験を振り返りながら、私は次のライブやツアーにも参加したいという思いがますます強くなっている。特に、今回のフェスでの経験が私の心に深く刻まれたことで、次回のライブではさらに彼らのパフォーマンスを楽しみたいという気持ちが高まっている。最後に、 フェスの現地レポートやインスタでのリアルタイムの更新が、多くのファンにとって大きな喜びであったことを付け加えておきたい。彼らのパフォーマンスを目の当たりにしたものとして、その感動を共有できることは、ファン同士の絆を深める大切な要素である。これからもナンバーアンダーライン愛の素晴らしさを広め、より多くの人々に彼らの魅力を伝えていきたいと思う。秋のツアーで彼らが私の地元にも来る予定があり、 なんとかチケットが当たることを願っている。もし直接彼らを見ることができたなら、その場でそっと押してしまうかもしれない。それほど彼らのパフォーマンスは圧倒的であり、心を揺さぶるものだ。彼らの素晴らしさを伝え続けることは、ファンとしての使命であり、これからもその思いを大切にしていきたい。ありがとう、ナンバーアンダーライン愛。あなたたちの音楽とパフォーマンスが私たちファンに与えてくれる喜びと感動は、 何にも買いがたいもいのである彼らに会える日が待ち遠しい。私たちファンはいつでも彼らを応援し続ける。次のフェスやライブで、また彼らと共に過ごせる瞬間を楽しみにしている。そして、その瞬間を心から楽しみ、彼らの成長を見守り続けることが、私たちファンにとっての最大の喜びである。彼らの未来がどのように進化していくのか、その行方を見守りながら、 私たちは彼らの音楽と共に歩んでいく。それが、ファンとしての誇りであり、喜びである。そして、その道のりを共に歩むことで、私たちファンもまた、彼らと共に成長していくのだ。彼らとの時間は、ただのエンターテイメントではなく、私たちの人生の一部となり、心の中に深く刻まれていく。ナンバーアンダーライン愛は、ただ音楽を提供するだけでなく、 その存在そのものがファンにとっての希望であり、支えである。彼らがステージに立つ姿を目にするたびに、私たちは彼らの努力や情熱を感じ、それが自分自身の原動力となるのだ。平野翔さんのダンスは、まさに彼の個性とスキルが融合した究極の表現だ。彼の筋肉が繰り出す一つ一つの動きには、計り知れないほどの練習と努力が詰まっている。それはただ美しいだけでなく、 彼自身の人生や経験が反映されている。彼のパフォーマンスを目の当たりにすると、その背後にある物語や感情が伝わってきて、ただ見ているだけではなく、共感し、心を動かされる。岸優太さんの歌声は、まるで心に直接語りかけるかのようだ。彼の声には力強さと優しさが共存しており、その声に包まれると、まるで彼が目の前で歌っているかのような臨場感がある。 彼のフェイクやアドリブは常に新鮮で驚きを与えてくれる。それはまるで彼がその瞬間にしか表現できない特別な感情を私たちに届けてくれているかのようだ。神宮寺ゆうタさんのパフォーマンスはその丁寧さと繊細さが光る。彼のダンスはまるで一筆一筆を丁寧に描く絵画のようであり、その動きには無駄が一切ない。彼の歌にはその人間性と優しさが溢れており、 その声を聞くと自然と心が穏やかになる。彼のステージ上での存在感は圧倒的でありながらも、観客との距離を感じさせない。その親しみやすさが、彼の魅力の一つだ。フェスの最中、私は何度も彼らのパフォーマンスに引き込まれ、まるで時が止まったかのように感じた。その瞬間、私たち観客と彼らアーティストの間には、言葉にできない特別なつながりが生まれていた。 彼らの一挙手一投足に反応し、共に笑い、共に感動する。それは、ただのファンとしての一方的な感情ではなく、彼らが私たちに向けて発信するメッセージに対する応答でもある。このような体験を通じて、私は改めて音楽の力を実感した。音楽は、言葉や文化の壁を越えて、人々を結びつける力を持っている。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、その象徴であり、 彼らのパフォーマンスを通じて、私たちは一つになることができるのだ。私はこのフェスで得た感動を胸に、これからも彼らを応援し続けていきたいと思う。彼らの音楽とパフォーマンスは、私たちファンにとっての生きる力であり、その力を共有することで、私たちはさらに強く、そして優しくなれるのだ。彼らと共に歩む未来が楽しみで仕方がない。彼らがこれからどのように成長し、 どのような音楽を私たちに届けてくれるのか。その未来を共に見守りながら、私たちは彼らの音楽と共に、さらに豊かな人生を歩んでいくことができる。それが、ナンバーアンダーライン愛のファンとしての喜びであり、誇りである。次回のフェスやライブで、また彼らに会えることを心待ちにしている。彼らのパフォーマンスを目の当たりにすることで、私たちファンは再び彼らの魅力に引き付けられ、 さらに彼らとの時間は、ただのエンターテインメントではなく、私たちの心に深く刻まれた大切な記憶となるのだ。このような体験を共有し、彼らの魅力を広めることが、私たちファンの使命である。彼らが私たちに与えてくれる喜びと感動を、より多くの人々と分かち合いたい。そして、彼らの音楽がこれからも多くの人々の心を揺さぶり、 幸せをもたらしてくれることを願っている。ナンバーアンダーライン愛の未来がどのように進化し、どのような音楽を届けてくれるのか。その未来を共に見守りながら、私たちは彼らの音楽と共に、さらに素晴らしい時間を過ごしていくことができる。彼らの音楽とパフォーマンスが、私たちの人生に与えてくれる影響は計り知れないものがある。そして、その影響を受けながら、私たちもまた成長し、 彼らと共に歩んでいくのだ。